お前は。やあ、やっと来てくれたんだね。待ちくたびれた僕だよ。次はこの人の謎怪人か。まあいつかは絶対に出てくると思ってたけど。ここまで随分と時間がかかったね。やっぱりあんまり期待しない方がいいのかな。その剣は怪盗？え？なんで謎怪人が怪盗を持ってるの？さあ、滅ぶべきはどちらか。答え合わせをしようじゃないか。まさか、もう真実にたどり着いたなんて思ってないよね。すべての真実を暴いてみせるなんて言っておいて、その結果がこの程度？だとしたら、君に期待しすぎたのかな。その回答、どうやって手に入れた？そうそう、もっと僕に興味を持たなきゃ。結局のところ、君は僕のことを何も理解していない。カナイプ最大の秘密である、僕のことをね。とっさの判断がご主人様にできるかな。まず、僕がいつカナイクにやってきたか、何のためにやってきたのか、君に答えられるかな？そうそう、それでいいよ。僕は3年前の空白の1週間事件の最中にカナイクにやってきたんだ。あの事件を収束させるためにね。事件を収束させるため？日光さえ遮れば彼らの理性を取り戻せるって僕は知っていたからね。そこで例の雨雲発生装置を作って、カナイクを雨で優しく包んであげたのさ。優しく包んだ？閉じ込めただけだろ！僕がいなければカナイクの復興はありえなかった。あの事件の時、僕はあらゆる手を使って悲劇などなかったように仕立て上げた。さすがに荒らされた町全体を直すところまでは僕の力だけでは不可能だったけどね。何が目的だ？何のためにお前はそんなことを。もちろん、カナイクを守るためだ。カナイクを愛している僕だからね。そのために、僕がどんなことをしたかも、君ならもう分かってるよね。
この町を守ったつもりなのか。みんなをこの町に閉じ込めて。僕がいなければ金井区は地図から消えていた。統一政府はホムンクルス研究の口封じのため、実験に失敗した金井区を更地にするつもりだったんだ。でも僕の熱心な交渉で彼らも気づいてくれたよ。僕の提案した鎖国は彼らにとっても都合がいいって。余計な浪費をせずに欠陥ホムンクルスたちを穏便に閉じ込めておけるんだからさ。それに統一政府があんな非人道的な研究を依頼したと世間にばらされたらとんでもないことになるからね。その交渉と引き換えにお前はアマテラス社の最高責任者になったんだな。結局そうやって金井区を支配するのがお前の目的だったんじゃないのか。君はまだ僕を理解していないみたいだね。よく思い出してごらんよ。ねえご主人様、あの謎怪人ちょっとおかしいよ。なんでこんな風にちゃんと会話できるの？こんなやつ今までいなかったよね。え？さあ思い出すんだ、僕がアマテラス社の最高責任者になってしたことを。ホムンクルスの研究を中止させたんだ。これ以上欠陥ホムンクルスを生むわけにはいかないからね。だから僕はあの実験を全て中止させ実験場も閉鎖した。反対するウエスカ博士やヨミーを抑え込むには最高責任者という立場が必要だったんだ。こうして僕はたった一人で今の金井区を作ったのさ。行き場をなくしたホムンクルスたちの町をね。それは町の人たちを守るため。そう、すべて町を愛するがゆえの行動だ。それが紛れもない真実ってやつなんだよ。僕の金井区に対する愛を君には一度も隠したりはしなかった。君は一度も真に受けてはくれなかったけどね。確かにあいつの言っていることは筋が通っている。何一つ嘘はない。あいつは実験で生み出されてしまった欠陥品のために今の金井区を作って守ろうとした。でもその通りだとしたら彼に何の罪があるというんだ。僕は何のために剣を握ってるんだ。ちょっとご主人様、あんな謎怪人の言葉に惑わされちゃダメだって。よく思い出してよ、あいつがどんな事件を起こしていたのか。あいつはあくまで謎怪人なんだよ。真実を暴かれるのが嫌で言い訳してるだけだって。そうか、そうだった。あいつは決
して聖人なんかじゃない。目的のためなら手段を選ばない独裁者だ。精神ぶった仮面をかぶったところでお前が罪を犯したのは明らかだ。お前は世界探偵機構が追っていた世界規模の大量誘拐事件を起こした張本人だ。世界中からたくさんの人間を誘拐し、あの工場でホムンクルスの食料にしていたんだ。ないだろう。生きるためには食べるしかないんだからさ。それに僕は何の罪もない人々をさらったわけじゃないよ。公正の余地のない凶悪犯だけを集めて少しばかり刑を早めただけだ。君が見たメモにも書かれていただろう。彼らはどちらにせよ死刑になる凶悪犯なんだ。凶悪犯だからって許されることじゃ。そもそもあれは僕だけの罪じゃない。あの材料の調達には全面的に世界探偵機構の協力を得ているんだ。探偵機構の？だってあそこほど材料の情報が集まる場所はないからね。世界探偵機構がお前と組んでたってことか。というより僕が利用したと言うべきかな。嘘だ。世界探偵機構がお前なんかに利用されるもんか。お前があの犯罪者を捕まえるために世界探偵機構の名を語っただけじゃないのか。だって僕らに世界規模の大量誘拐事件を探らせたのは世界探偵機構なんだぞ。お前と世界探偵機構がグルだったならそんな指令を出すわけがないし、僕らがカナエ君にやってきてこうしてお前を追い詰めることもなかったはずだ。君はまだ僕を追い詰めたつもりでいるのかい。何も知らずにいいご身分だ。まあ君たちがカナエ君に集められたのにはもちろん僕からしてもそれなりの理由がある。ほら、そのおめでたい頭で僕の企みを暴いてみなよ。僕たちを利用したんだな。未解決事件や世界規模の事件を匂わせたのは僕たちをカナエ君におびき寄せるためで、本当の目的はお前にとって邪魔な存在である保安部長のヨミーを追放することだったんだ。ご名答と言いたいところだけど、やはり少し間違っているよ。ヨミーは僕にとって邪魔だったんじゃない。カナイクにとって邪魔だったんだ。保安部を使って街で好き勝手やっているだけならまだ良かったけど、あろうことか彼は上塚博士とつるんでホムンクルスの情報まで外部に横流ししようとした。
そんなことになれば統一政府も黙ってないし、カナイクの秘密が世界中にバレてしまうかもしれない。とはいえ、僕が処分を下そうにも、保安部はこの町で力をつけすぎていた。それで僕たちを保安部と対立させて、都合よくヨミンを排除したのか。じゃあみんなが金井区に集まったことも含めて、最初から全部あの仮面の男の筋書き通りだったの？その目論見通りになったから、今度は様子見になった僕らを消そうとしたんだな。他の超探偵のみんなをどうしたんだ？世界探偵機構のビルバック派もお前がやったのか？彼らもまた余計なことを知りすぎた。悪いことをしたとは思うけど、世界探偵機構の存在は金井君にとって邪魔なんだ。邪魔？仕方ないだろ。この町は謎に包まれてないと生きていけないんだ。探偵なんかに探られるのは迷惑なんだよ。だから消えてもらった。許せない。謎怪人なんかにこんなことを言っても意味ないけど、でもお前だけは許せない。お前は邪悪そのものだ。お前は世界探偵機構を使って犯罪者を食い物にし、僕の仲間たちを殺した。お前の魂はここで犯罪者として眠らせてやる。君の口からそんな威勢のいい言葉が出てくるとは思わなかったな。でも君に僕をやれるのかい？まるで空っぽの君に。ふざけるな。僕は。ご主人様、挑発に乗っちゃダメ。あれは罠だよ。あの謎怪人、やっぱなんかおかしいもん。普通の気配じゃない。え？どういう意味？なんだこれ。カナイクの人たちが、あれ全部謎怪人だよ。すごい数。こんなの見たことない。あれが全部謎怪人。カナイクのみんなが平和に生きていくためには、この町は謎に包まれてないといけないんだ。彼ら自身もまた自分がホムンクルスであることに気づいていないから。いや、気づいてはいけないんだ。彼らにはあまりに残酷すぎる。だから彼らの存在そのものがこの街の謎なんだよ。こ
彼らの存在そのものが。見てよ、気の毒な存在だと思わない？欠陥品の烙印を押された上に、日の当たらない街の中でしか生きていけないなんてさ。そうしたのはお前じゃないか！彼らを守るためだ！すべて彼らを守るためなんだ。そのために僕がどれだけの苦労をして、どんな思いをしてきたか、君にわかるか？彼らに栄養素を与えるため、罪を犯して食料を確保し、誰かが死ねば即座に回収して廃村へ送る。血の色に疑問を持つ者がいれば、雨の影響だと丁寧に説明した。何もかも彼らのためなんだ。僕が彼らのためにやったことなんだ。世界からのけものにされ、雨に閉ざされた場所でしか生きられない彼らのために。ご主人様、謎怪人なんかに同情したらダメだよ。ここは謎迷宮の中なんだ。謎を解けなかったら、ご主人様は謎迷宮に取り込まれて魂が消滅しちゃうんだからね。分かってるよ、僕はもう決めたんだ。全ての真実を明らかにするって。またご主人様の謎怪人？ユーマの迷いが生んだ謎怪人といったところかな。僕の迷いが。謎を解いて何になるの？そんなことをして誰が幸せになるの？うるさい！僕が謎を暴いたせいで今まで何人が死んだんだろう。どんどん大きくなってるよ！君の迷いがね。どうして謎を暴かなければならないの？どうしてみんなをそっとしてやれないの？僕にはこの町のことなんて何も関係ないじゃないか。ご主人様。確かに迷ってるよ。僕は今も迷い続けている。それでも僕は戦う。自分の迷いとも戦う。謎怪人なんかには惑わされない。お前が謎でこの街を包むなら、僕は真実でこの街を包んでみせる。できるのかな、君なんかに。これ以上何の謎を解けばいいのかな。謎はまだ残ってるよ。あの人自身だよ。まだあの人の正体を明らかにしてないよね。誠の正体。確かに僕はまだ誠の正体を見破っていない。あの仮面の下の素顔を見ていない。言う通りだ。だったら彼が何者なのかを見極めないと。
ありがとう。ご主人様に頼られるのが俺様ちゃんの仕事だからね。優秀な助手を持ったね、名探偵くん。それが余計なことにならなきゃいいけど。もうやめろ、真実なんかいらない。真実なんかこの町にはいらないんだ。じゃあまずはあの頭悪そうな粗大ゴミの掃除からだね。頭悪そうって悪かったね。行こう死神ちゃん、推理ぶっかますよ。お前が必死にカナイクを守ろうとするのはお前自身がホムンクルスだからだ。だからこそお前がさっき流した血はピンク色の血だった。あの血の色が物語っている。まことカグツチ、お前もホムンクルスなんだな。もうやめろ、これ以上謎を暴いても苦しむのは僕自身だ。え？もう少しだね。ほらこの仮面に手を伸ばしてみなよ。1週間からカナイクを救ったお前は日光の影響を受けずに行動できている。だとするとお前は欠陥ホムンクルスじゃない。それでお前がカナイクに来たのと同じ3年前、統一政府の研究機関から逃走したホムンクルスがいた。たった一体だけ完成した完全なホムンクルスだ。それがお前の正体なんだな。いい調子だね。もう少しでこの仮面に手が届くかな。くそ、これならどうだ。完全なホムンクルスは世界探偵機構ナンバーワンの DNA をもとに作られている。つまりお前の正体は世界探偵機構ナンバーワンのホムンクルスだ。あの人がナンバーワンの偽物。僕らが通信したナンバーワンとは似ても似つかないけど、ホムンクルスになった時に若返ったのかもしれない。
お前がナンバーワンと同じ姿形をしているなら、世界探偵機構を裏で操ることもたやすい。そうやってカナイクのホミングルスたちのために凶悪犯罪者という食料を調達していたんだな。なるほどね、ナンバーワンの、それが僕の正体と。いいよいいよ、期待していた通りになってきたね。物事が計画通りに運ぶ、これほど爽快なことってないよね。計画通り？でもまだだ、全然まだまだだよ。君はまだ何にも見えちゃいない。なんなんだよあいつ、いくら謎を解いてもまるで手応えがない。ご主人様ごめん、ひょっとするとこれって最悪の展開かも。え？どういう意味？とにかくあの謎怪人は何か妙だ。あいつにはまだ謎がある。あいつは何か隠している。この違和感の正体は何だ？とりあえずその違和感をはっきりさせよう。ご主人様集中だよ。これまでの謎怪人と決定的に違うところがどこかにあるはずだ。一体何種類の仮面を持っているんだろう。今はそんなこと考えている場合じゃない。ここだ。そうだ、おかしなところはそれだ。この傷、どうして血が流れたままなんだ。そもそも今までいくら謎怪人を街道で切りつけても血が流れるなんてことは一度もなかったのに、どうしてお前だけは。謎怪人じゃないよ。え？違いないよ、あいつはこの謎迷宮が生み出した存在じゃない。じゃあ、あいつは誠本人？気づくのが遅いな、名探偵くん。なんで生身の人間が謎迷宮に？どうやって入り込んだんだ？さて、おしゃべりにも飽きてきた頃だし、そろそろ決着をつけようか。次は本気で切りに行くよ。その結果次第で
カナイクの運命が決まる。生きてここを出るのは君か僕か。答えを教えてくれ。ご主人様、このまま切り合っててもダメだよ。ここは謎迷宮の中だし、謎を解かないと。謎って？生身のあの人がどうしてここにいられるのか。その謎を解けばあの人をやっつけられるかも。分かった、やってみる。ここまで来て。さようなら。これだ。謎迷宮に入れる人間は死神ちゃんと契約を結んでいる者だけ。ただし例外もある。契約者である僕と手をつないで能力共有した人間も謎迷宮に入ることができるんだ。ご主人様、あの人と能力共有したの？いつの間に？いや、それがおかしいんだ。僕はあいつに能力共有なんて使ってない。そもそもあいつの力を借りたいなんて思ってもないし。じゃあどうして？その謎も君に打ち破ることができるかな。その謎も君に打ち破ることができるかな。これだ。僕は能力共有を使ってないのに、誠が謎迷宮に入り込んでいるってことは、誠が僕に対して能力共有を使った。あいつも能力共有を使えるのか。そうだね、その通りだね。あの時僕は君に能力共有を使ったんだ。再会を祝う前に警報を止めようか。くるみちゃんの体が心配だろ。ほら、手を貸してくれないか。君は手を貸してと僕に言われて手をつないでしまった。あれが能力共有承諾のサインになったんだよ。でもなんでお前が能力共有を使えるんだ。あれは死神ちゃんの能力のはずだ。そもそも君は勘違いをしている。能力共有は死神の能力じゃないよ。能力共有というのはね、世界探偵機構ナンバーワンの探偵特殊能力なんだ。探偵特殊能力？世界探偵機構ナンバーワンの？どういうこと？死神ちゃんの能力じゃないなら、なんで僕が使えるの？死神ちゃん、どうしたの？なんで黙ってるの？まさか、何か隠してるの？
言えないよ、そういう約束だから。約束？どうした？謎が解けないならそこまでだ。遠慮なく終わらせてもらうぞ。ご主人様、危ない！世界探偵機構ナンバーワンの探偵爆心能力をどうして僕が使える？どうして死神ちゃんがそのことを隠している？もしかしてその答えって僕の失われた記憶の中にあるのか？それじゃ僕の失敗って。完全なホムンクルスは世界探偵機構ナンバーワンの DNA を元に作られている。つまりお前の正体は世界探偵機構ナンバーワンのホムンクルスだ。そんな、バカな。ようやくたどり着いたか。これが君がずっと求め続けていた真実だ。君の正体は世界探偵機構のナンバーワンであり、僕は君の DNA から作られたホムンクルスなんだ。僕が世界探偵機構のナンバーワン？君の探偵特殊能力である能力共有を僕も使うことができた理由がそれだ。この回答も能力共有のおかげで手に入れたものだ。でもテレビ電話に出ていたナンバーワンは確かに老人で。あれは偽物だ。もっとも君が用意した偽物だな。そもそも歴代の世界探偵機構のナンバーワンはほとんど公に顔を明かしたことがない。あまりに敵が多すぎて面が割れると面倒だからだ。だから大事な指令は影武者を通して伝える。それがあの老人だったというわけだ。じゃあ僕が探偵見習いっていうのは夜行所長たちの手でちゃんと身元調査もされていて。でも実はもう一人探偵見習いが招集されていたんだ。探偵見習い？それがお前だ、ユーマ。お前は探偵になるために世界探偵機構で訓練を受けていたようだ。世界探偵機構に所属はしているが訓練課程を修了していないので見習い扱いとなる。確かにユーマ・ココヘッドという名の探偵見習いは実在する。そして彼がアマテラス急行に招集されていたのも事実のようだ。だったら入れ替わったんだよ、君がそのユーマという人物と。入れ替わった？その彼もそのまま金井区に来たようだがな。君も何度か彼とは会っているんじゃないのか？入れ替わった。僕は
ユーマじゃない。だったら本物のユーマココヘッドって。マイクで出会った人たちの中で僕のことを知っていそうな人がいたはずだ。もしかして僕と出会うたびに逃げ出していた彼が。その通り、正解だ。さすがは世界探偵機構のナンバーワンだな。今では探偵を辞めて金井区で屋台を開いている彼こそが本物の探偵見習いユーマココヘ。君はナンバーワンという身元を伏せて金井区に乗り込むために彼を利用したんだ。何しろ死神と契約すれば記憶を失ってしまう。ナンバーワンの肩書きのまま乗り込むのは危険すぎる。いくら顔はバレていないと言っても探偵特殊能力の関係でバレてしまうかもしれない。そこで目立たない探偵見習いに扮したのだろう。もちろん彼には内緒にしておくように釘を刺した上でな。そうやって入れ替わった僕と彼が。まあ今のは僕の推理に過ぎないが、君と僕の頭の中身は一緒だ。おそらく思いつく計画も一緒のはずだ。だが入れ替わった彼自身まで金井区に来たのは計画外だったろうな。遅れて到着した本来の5号車に乗って彼は金井区までやってきてしまった。彼も見習いとはいえ探偵だ。その後のことが気になってしまったのだろう。ただしナンバーワンとの約束がある以上、君自身にも入れ替わりのことは話せない。だから遠くから様子を伺うしかなかった。彼が僕を見かけるたびに逃げていたのはそれで。だがすっかり他の探偵たちに馴染んでいる君を見てひとまず安心した彼は、彼の心情書にあった特技を使ってこの町で生きていくことにしたのだろう。世界探偵機構の記録にあるプロフィールを見たが、素晴らしい特技を持っているじゃないか。特技って、じゃあ僕にも何か特別な力が。
料理が得意って書いてあったぞ。今度から俺に朝飯作ってくれないか。というのが事の真相だよ。お前は気づいていたのか、僕がナンバーワンだってことに。取り乱しているのか。当然君を一目見た時から気づいていたさ。何せ僕と同じ顔をしているんだからな。だが自分のオリジナルに会えたらもっと感動するかと思っていたんだが、実際はそうでもなかったな。君がカナイクを危険にさらす存在だと分かっていたからとも言えるかね。分かっていたならどうしてすぐに手を打たなかった。どうして僕を野放しにしていたんだ。さっきも言った通り、ヨミーの剣が片付くまでは君には利用価値があったからだが、ただそれ以上に僕はこの時を待っていたんだ。この時、こうして謎迷宮で君と対峙しているこの時だ。どういうこと。僕は君に消えてもらいたいんだよ、この謎迷宮の中で。え？君が謎迷宮で消えてくれたら、僕は直接手を下さずに君を殺せる。そうすれば完全犯罪の成立だ。今まで君が犯罪者を殺してきたのと同じようにな。完全犯罪。そしてオリジナルの君がいなくなった、僕こそが本物となる。アマテラス社の最高責任者でもあり、世界探偵機構のナンバーワンでもある僕になれるんだ。もう何も怖くはない。まさかお前はそのために。そうだ、君に立ち入り禁止区域を調べさせ、こうして謎迷宮にやってこさせたのも、僕が能力共有してこの場に来たのも、全てはその計画のためだ。ここで君を殺すためだ。そうやって世界征服でもするつもり。ラスボスの考えることはいつも一緒だね。そんなんじゃないぞ。世界探偵機構を手中に収めておけば、もう誰にも余計な詮索をされずに済むだ。カナイクの謎が暴かれることは永遠になくなる。僕の願いはただ一つ、カナイクをホムンクルスが平和に暮らせる町にすること。この町の全ての住民たちを守ること。そのためだったら僕は手段を選ばない。何を犠牲にしようとも、カナイクを守ってみせる。だから君にはここで死んでもらう。カナイクのみんなの平和のためには君の死が必要なんだ。この町にとって真に邪悪なのは探偵である君の方だ。真実を明かせば大勢の人々が苦しむことになる。探偵の英語ごときでそんなことはさせない。
君がいくら平和な世界を踏みにじろうとしようとも、僕が同じ頭脳で戦ってやる。たとえ人間ではないホムンクルスでも生きる権利はあるはずだ。その権利は誰にも踏みにじらせない。世界探偵機構のナンバーワンにもだ。残念だけど、その計画は失敗だよ。謎迷宮でご主人様を亡き者にしようだなんて、そうはさせないよ。いくら偽物が何か企んだところで、こっちの本物が黙ってないんだから。ご主人様？今のが真実だとしたら、僕が必死に追い求めていた真実だとしたら、僕が犠牲になるべきなんじゃないかな。え？だって今の話だと、僕は平和な町に侵略してきた敵だよね。ようやく状況が分かってきたみたいだな。そう、それが真実だ。君はこの平和な世界を壊そうとする害悪なんだ。何を言って。天津さえ、君は探偵としての誇りまで捨て、死神と契約して人を殺し回っている。君はとても危険な存在だ。放っておいたらカナイクは破壊されてしまう。だから僕が君を倒さないといけないんだ。カナイクのみんなを守るために。ご主人様、あの人の言っていることは大間違いだ。聞く必要ないよ。僕は今まで犯罪者の魂を奪い続けてきた。最低限の犠牲で誰かの幸せが得られるなら仕方ないって自分に言い聞かせながら。でもさ、それと同じだとすると、今は僕一人がいなくなればこの町のみんなの幸せを守ることができるよね。だったら今度は僕の番だよ。自分だけ逃げるわけにはいかない。みんなのために僕が犠牲になるべきなんだ。待ってよ、ご主人様は言ったよね、もう真実から目を背けないって。そうだよ、僕はこの目で真実を見た。真実を知ってしまったからこそ、知ってしまったからこそ気づいちゃったんだよ。もし僕がこの街の謎を暴いて、その事実が世界中に広まっちゃったら、くるみちゃんや街の人たちはどうなるの？そんなの関係ないよ。今は謎解きの最中なんだよ。関係あるよ。これは彼らの問題なんだ。僕は部外者だけど、彼らは当事者なんだよ。彼らはまた統一政府に狙われるの？迫害されずに生きていける方法はあるの？どうするのがみんなのためになるかを考えたら、そんなの僕が犠牲になった方がいいに決まってる。
ああ、それが正しい判断だ。探偵としてではなく人としてね。そうすればカナイクの人々は今までと同じようにこの町で平和に生きていけるんだ。はっ。